間違いなく四天王。どうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということでガチマッチやっていきましょう。今回使っていく武器はスパッタリーですと。ちなみにガチエリアの S で黄色の線はねもう超えてしまってるので、ヒビが1個入ってようが入ってなかろうが関係ないんですよ。負けても S キープできる、それだけで十分さ、ということでね、まったり頑張っていきたいと思います。とりあえずねエリアなんでボムラッシュをねガンガン回したいんですよね。ボムラッシュ回しまくってで、接近した時はもうこの超レートの高さ。超レートの高さってなんか変やな。超速レートにしましょう。そっちの方がかっこいいですね。あんま変わらんけど。超速レートで近接を制すると。もうそれでいきましょう。お、リールが光ってるのってかっこいい。いいですね。ダスプラシューターとかガロンとかなかなかのキル武器がいますけど、僕の方はキル武器ですから、そんな間違えてもらったら困る。そんなもん僕の吸盤ボム舐めてあかんでいうことで。さあ、とりあえずこの辺でビーコン置いておきましょうか。こっちからもね、すぐに制することができるようにしときたいんですが、ちょ待って、めっちゃやられてるぞ。びっくり。びっくりびっくり。僕もやられた。ごめんね。ガロンの人やられた。吸盤ボムを投げることに必死になってやられた男がいたんですよ。なに、チャップだなっていうのが僕でしたね、今の。まったり行きましょう、まったり。当てたか当てたか。敵の人1枚落ちてる。で、ローラーの人とかいんのかな、ここに。いないかな、いない、いない、いないっぽいです。よっしゃ、とりあえずボムラッシュ投げて、ボムラッシュ奥にも投げていきましょうか。奥にも投げつつ、ここでシュッて上にも投げつつ、こういう感じかな。なかなかいいんじゃない。あー、イカスリア来てる。イカスリア誰、あ、ガロン、うわ、強くね。ガロンの強さにびっくりしたやん。スパッタリー投げて僕の方が負けるって、もうどんくさいやつやで。スパッタリー投げたらあかん、それ素手なる。日本語おかしいことでさ、これビーコン置いていきましょう。それ何も活躍してないぞ。僕ボムラッシュ投げてなんか喜んだだけのなんかかっこ悪いやつになっとるやん。ほほほ、危ない。ブラスターの人にやらへんようにしよう。ブラスターの人は誰ですか。ホッティーブラスターか、それともロンビーなブラスターなんですかね。ちょっとよくわかんないですけども、ゆっくりこの辺ぬるぬる敷いて、ぬりぬり敷いてビーコン置いときてあげたいんですよ。敵の人2枚置いてるから、ちょっとこの辺の安心な時にシュッと置いて、ストップされたぞ。急げ、戻れ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 。ストップされたなら取ってしまえばいい。それがスプラトゥーンというものですね。この辺にも置いとこう。さあみんな使ってな、ビーコン使って、ビーコン。僕はねやられてるだけは、今回の動画ビーコンを使ってもらうという、そういうね意識だけは持っていとこうと思う。ほんまにな、それだけは大事だと思う。よーし、いけるぞ。よっしゃ、役立ったけど危ない。さあちょっとボムラッシュしてエリア取られへんようにだけちょっとしといて、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 このまま勝てたらいいなっていうのが作戦なんですけれども、イエーイ。何もしてないや。まあ僕はよく塗ったということにしましょう。ビーコンを置いて、ボムをその辺に投げ散らかして、塗りをサポートしたというね、ポジティブに行こう。ポジティブに行けばいいんですよ。これがポジティブシンキングということで、僕の横のラピブラの人、顔がめちゃくちゃイカエイリアンですね。うん。2キルも絶対してない。サポートしてるだけでいけたって感じですね。意外と射程が短いな。久しぶりに使いすぎて射程管理がバグりましたが、大丈夫ですよ皆さん。塗るということも大事なんですよ。下手くそな武器な時は塗りでサポートする、そういうポジティブな心でいきましょう。はい、揃いました。頑張っていきましょう。作戦変更しましょう。ガンガンキル取りに行くんじゃなくて、ボムラッシュをいかに回して塗りをサポートするか、それで勝つというね、作戦プランに変えましょう。うん、プラン B で行きましょう。プラン A は失敗しました。え、どっちがプラン A やったの、そんなんあったみたいなことはあるけどね。頑張っていこう。まだザッピー光ってんじゃん。かっこいいじゃん。え、さっきザップ光ってましたっけ。あ、ザップ坊や光ってましたよね。イエーイ、ナイス。さあ、僕はビーコン置いて、とりあえず味方の人の蘇生を早くしつつの、吸盤ボムラッシュで援護していくっていう感じにしたいので、ビーコンをね、この香ばしいベーコンを積極的に置けそうなとこから置いていきたいんですよね。さあ、リッター、レッター、レッターの人が、お、リッター、レ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 ッター、リッター、さあ、これでちょっと一回リッターの人引いてくれたんではなかろうかと思うんですが、サンドリングして、オッケー、ナイス。さあ、ゆっくりして、ゆっくりな、焦ったか、焦ったか、焦ったか、おいおいおい、高速レート、高速レートからのこのスパッタリーのステップ、いやー、いい感じに決まったぜ。焦った焦った、ちょ、乗られへん乗られへん、ダッサいやつやん、乗られへんっていうダッサいやつやん。とりあえずねエリア取っていきましょう。これ倒せんじゃないか、僕のレートで。あ、危ない危ない危ない、ちょ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 、危ない危ない危ない、うわ危ない、ほんまに。ちょっと回復してからちゃんと倒しましょうね。ほんでこうやってな、ボムを投げていく、ボムを投げていく、ボムを投げていく、積極的にボムを投げていく、そしてエリアを確保していく。エリア意識っていうものがやっぱ大事なんですよね。よいしょー、できる、取れそうなとこ取れて、ほんでここで田植えしていく、いいポジショニングですね。さ、エリア意識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 任せてよー、イエーイ、ナイス。さあ、ちょっとさっきよりも活躍ちゃうわ、活躍できるぞ。リッターの人が来ててびっくりしたぜ。
そうやな、ビーコンどの辺に置いとく、ここら辺に置いといたらギリギリバレないかな。よし、この辺に置いときましょう。田植えをね、いかにしていくかっていうのがやっぱポイントになってくると思うんですよね。田植えポイントってね、大事だと思うんですよ。やられたわ。ステップを制御できてない男がいたんですよ。それチャッピやん、言うやつやん。これは一回飛ばんでいいかな。僕だけ落ちてんのか。ちょっとゆっくり前線上げていきましょうか。塗りつつ塗りつつ前線上げていって、味方の人ビーコン使ってくれてんな、ここの。よっしゃ、ありがとう。さあ、もう一個置いとくからね。さあ、行くよ、行くよ。ボムラッシュの出番が来るよ。そろそろボムラッシュ来るよ。はい、ボムラッシュ、ボムラッシュ。で、ね、近くに来た人用にも、ボムをしっかりね、置いといて。これ、あかん、やられやられる。怖い、怖い、怖い、怖い。うわー、ちょっとバック怖い。ははよし、敵のザッピー落ちたぞ。敵のザッピー落ちた。この辺にもビーコン置いとこうか。ビーコンほんまどんだけ置いてあげるかってね、結構大事だと思うんですよ。もうサポートの鬼になると思う。サポートチャップやん。サポートに終わってね、サポートでサポートなんですよ。全くよくわかんないですけど、マルチミサイル気をつけろ。アウステップ下手くそすぎやろ。ステップしてやられてるやんね。さあ、ビーコンいろ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 置いてるので、あ、やられチャップなってますね。さあ、焦ることはないからな。ゆっくり行こう。で、ここにもビーコン置いといてと。さあ、そこのザップ、これ倒しといてあげたけど。いやーエイムが、エイムがさだまさしやで、ほんまに。2発ぐらいなんかちょろちょろってチョロッキューみたいな感じで当てただけやん、ほんまに。これ自分で行こうかな。さあ、ここで一回逆転されそうな匂いがしているので、ガチエリアを取りたいですね。さあ、9番ボムラッシュを貯めて。よし、行くぞ。こっから、こっから、こっから、こっからだ。はい、ナイス、ストップナイス。はい、ありがとう。さあ、で、ここですよね。9番ボムいっぱい投げて、ここ、こう、ヤクタと、ヤクタと、たまにはヤクタと、たまにはヤクタと、たまには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 ヤクタとぞ。よっしゃ、ヤクタったぞ、たまには、多分な。ほんで、ここにビーコン置いて、ストップされてるぞ。誰や、誰や。あ、ポイズンズンか。ポイズンズンは誰やな、これは。あ、シャーピーマーカーの効果。シャーピーマーカーやな。シャーピー、シャーピー、シャーピーの効果、ちょっと危険なんで、気をつけていこうな。うん、しっかり、あ、リンタロウション射抜かれる。あんま調子乗ったらあかん。隠れる、隠れる、隠れる、隠れる。はい、隠れる、大芝。隠れる、大芝、しっかりしていこう。しっかり隠れる、大芝していいかな。やられるかな。で、ここにおると、来るぞ。来るぞ。左はストップしゃあないんで。これ、倒す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 、はい、オッケー。よし、リンタロウション射抜かれへんようにって言ってたらやられました。ナイス、やられちゃっぷ。よしよし、ビーコンをね、多分使ってくれてる。ナイスや、ほんまに味方の人。ナイスナイス、もうガンガン使っていて、もうビーコンなんて使っていったらいいんですよ。もう僕のビーコンなんかな、もう使い捨てにしてくれていいからね。雑に言ってな、雑に。よし、ここにも置いて、と。やられてるやられてる、大丈夫か、任せて。しっかりリベンジする。もうそんな、それぐらい任せてよ、僕に。で、ここしっかり取っていきましょうね。さあ、リッターの人に寄られへんようにして、エリアも取っていきましょう。さあ、これが大事やな。もうエリア意識を、ガチエリアっていうのはやっぱガチエリアですから。エリ、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 エリ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 って何や、ほんまに。アリエルみたいになってん、リトルマーメイドかみたいな感じ。何が言いたいんか分からんけど、とりあえずナイスしときましょう。ビーコンをね、使ってくれてんのがナイスやわ、ほんまにありがたい。僕はもうビーコン置いて塗るという、そういうしょうもないことしかしてないけどな。そういうしょうもないことでもね、活躍していきたいんですよ。僕はもうそういうね、地味な作業でね、活躍するということで、今回は試合に貢献していきたいと思う。キルじゃないんだ、ガチエリアっていうのは塗るんだ、アムロレーダーみたいな感じ、言いたかっただけだで。さあ、塗っていきましょう。さあ、もう一回だけボムラッシュ用のやつを貯めときたいんですが、リッターの人とかにやられたくないんで、この辺のね、微妙なとこ塗って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 、溜まった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 、上とかにも投げていったらいいんですよね。こうやってシュッ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 って、シュッシュッシュッって、シュッって投げていく、シュッって投げていく。ほんで、そのブラスターにやられへん。ブラスターじゃないわ。その何やったっけ、そのウィーンっていうのにやられへんようにする。ウィーンっていうのがすごい適当だけど、そうウィーン少年団みたいな感じなんですよね。うん、こういうことや、こういうこと、こういうこと。あ、いい感じ、いい感じ、しっかり避けていくよ、しっかり避けていく、しっかり避けていく、ストップする。で、ここ確保したら終わるじゃない。へい。エリアというものはこういうことなんですよ。全くよくわからんけど、塗れば勝てますね。ボムラッシュ最高でございます。もうサポート要員として今回はもう活躍させてもらいました。スパッタリー自体が下手くそすぎた。ステップとか意味わからん、もうほんまにほんまにね。マニュースタイプ自分にナイスって言われへんかったよ、下手くそのステップすぎて。ステップでね、やられに行ってたもん、噛むぐらいやられてたけど、ビーコン使ってくれてありがたかった、ほんまに感謝。家に潰されてただけかもしれんけど、ポジティブに行こう、使ってくれてたとポジティブに行こう。はい、ということで今回はスパッタリーを使ってボムランシュをいっぱいしようというね、ガチエリアでした。いい感じやったんじゃないですか。武器自体のキルとか、武器自体の何やろ、戦い方っていうのはめちゃくちゃ適当でしたけどね。短距離射程の、超短距離射程の武器使うの久しぶりすぎてもようわからんようになってましたし、ステップ下手くそすぎてなんか自分でやられに行ってたし。
それでも勝てましたね。うん、ボムラッシュがいい感じで、ビーコンを多分使ってくれてたと思うんですよ。もうそれはポジティブに行くしかない。もしかしたら爆弾で潰されてたかもしれませんけど、ビーコン使っていい感じに連携決まってたんじゃないかなって僕は信じてます。いい感じなんですよ。エリアっていうのはキューもね、大事なんですよ。ちょっと完全なんかケオモみたいな、なんか、ミルモでポンみたいな、ミルモみたいなのありましたけど、それ置いといて、キルね、キルも大事なんですけど、やっぱり塗りなんですよ。塗り意識を忘れたらあかん。いかにサポートして、エリア外の味方の人が通りやすく塗る。そして、いろいろ塗る。そして、塗りって、塗りって、塗りまくるみたいな感じですね。ようわからんけど、いっぱい塗ってみてください。はい、終わりにしましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、バイバイ。